番組の最後は皆さんからいただきました写真や動画をご紹介しましょう。まずは七尾市のココアさんです。白衣に用があり発見、シベリアに帰りそびれた白鳥、ペアや群れでいるはずなのに1羽だけでかわいそうでした、はい、大雨だし飛べないのかなといただきました。そうですね、なんかちょっと考え事してるみたいな写真ですよ ね、 ちょっと寂しそうに見えますが、はい、続いては金沢市の金沢みかんさんから、日常の驚きを捉えた動画です。花に水をまこうとしたら、うちのホース緑色だったっけ、ちゃうちゃうヘビや、これはですね、あ、ヘビだ、びっくりしたでしょうね。どいてくれ心の声が聞こえました。ホースを諦めてペットボトルで水まきをしましたということです。いや、思わず掴んじゃいそうですね色以外はそっくりでしたね。はい、ありがとうございます。 HAB アプリから投稿を待ちしています。